よく来てくれた。アンジェラ、いやガレナが持ち込んだオニキスブックらしき黒い本によって、研究施設が爆破された影響で一時的にベースキャンプのシステムがダウンした。現在全力で復旧作業を進めている。状況は厳しいが、みんなには引き続き尽力してほしい。ありがとう。早速だが新たな任務だ。フリーザ、黒ひげに続き、ジャンプ世界から現れる敵たちがレプリカを引いて世界中で暴れている。指揮系統の混乱、戦力の消耗も見られる現状だが、奴らに好き勝手させるわけにはいかない。君にもぜひ協力してもらいたい。期待しているぞ。少々遊びすぎましたかね。ん？おや、誰かと思えば、今度こそ殺されに来たんですか？おやおや、本気で私を倒そうというんですか？いいでしょう。では、面白いものを見せてあげましょう。なんと、あなたが尊敬する方のレプリカも作れてしまうのですよ。オニキスブックとキューブの力には驚かされますね。パリでの戦いの報告は受けている。よくやってくれた。だがフリーザは逃亡し、世界各地での被害も収束したわけではない。喜んでいられる事態ではないでしょう。確かにな。私と同行してほしい。アジアエリアにヒソカが現れた。ベノムズに加担しているかは不明だが、好き放題されると厄介だ。君の活躍は調べさせてもらった。その上で君は信頼に足る人物だと判断した。ジェフォースの戦力も限られている今、君にも前線に出てもらうほかない。そうか、よろしく頼む。転送完了しました。いや、僕に何か用かい？密か、誰と会っていた？秘密。やはりベノムズと手を組んだか。それも秘密。ただ僕は楽しみたいだけなんだよ。お前の都合はどうでもいい。正直に話せ。話さなかったら？拉致が開かないな。ほら、楽しめるだろう。待て。そいつはキューブに操られてなどいない。それに意識も失ってはいない。そうだ、やっぱりバレちゃう。ここで終わりにしちゃうのはもったいないかな。もう少し待つとしよう。果実が美味しく実るまで。ヒソカ、話せ。私に何か用かな？あなたに贈り物があるの。気に入ってくれると嬉しいわ。悪いが、お前たちの仲間になるつもりはない。仲間か。安心しろ、そんなくだらないものは求めていない。ほう。俺が求めているのは破壊だ。世界は作り変える必要がある。そのためには一度破壊しなければならない。お前の言っている世界とは？
私がいるこの世界も含まれているのか。俺が興味あるのはあくまで現実世界だ。だがそのためにはこの世界から呼び寄せる必要がある。お前のような混沌をもたらすもの。私の力は知っているというわけだな。しかし一つ聞いてもいいか。現実世界を破壊した後、私がいるこの世界はどうする？お前の好きにするが。気に入った。いいだろう。ここは私にとって都合のいい世界とは言い難い。ちょうど変えたいと思っていたところだ。おい待てよルキア。グズグズはしておられぬ。わっ、なんだ貴様。召喚戻りました。やはりヒソカはベノムズと接触していました。やはりそうか。どうやらあんたの考えは間違いないみてえだな。ベノムズは現実世界に混乱を呼ぶ奴らをジャンプ世界から集めようとしている。そうと分かれば急ぐぞイチゴ。それからお前何をほうけておる。さあ行くぞ。アイゼンが香港に現れたっていう情報が入った。本物なのかレプリカなのかは不明だが、どちらにせよ放置はできん。行ってくれるか。頼んだぞ。行くぞ。ルキアが待ってる。ゆっくり行くとしよう。どうやら焦ってくる必要もなかったみてえだな。ああそのようだな。そうか、お前は冷圧を感じられぬのだったな。所詮偽物は偽物だ。騒ぎ立てる必要もない。俺たちが出てくるまでもなかったな。愚かな偽物が。あのアイゼンが感情に任せて剣など抜くものか。さあ帰るか。まさか今の冷圧は。イチゴ。ああ間違いない。帰るぞ。戦いはこれからだ。遭遇したアイゼンはレプリカであったが、帰り際強大な冷圧を感じた。あの冷圧は本物のアイゼンだ。つまりアイゼンが自身のレプリカを使っていた可能性もあるということか。分かった。引き続き警戒は怠らぬように。厳しい戦いはまだこれからだ。ちょうどよかった。君に任せたいことがある。ガレナがレプリカを率いてサンフランシスコに現れたという報告が入った。あの女の目的は不明だが、このまま放っておけば壊滅的な被害が出るだろう。ミドリアと共に向かってくれ。行きましょう。転送完了しました。あら、またあなた。ずいぶんと可愛いお友達を連れているわね。お前たちの目的は何なんだ。一体何のために世界中で暴れ回っている。それを知ってどうするの。まさか協力してくれるのかしら。するわけないだろ。可愛いわね。いいわ、教えてあげる。私はね、そう、この世界に飽きてしまったの。感情や欲望を押し殺し、退屈な毎日を平和という言葉でごまかして
生きている人間たちを見ているとつまらなすぎてもう耐えられない。それに力ある者が力なき者を守るなんて理解に苦しむわ。なぜ我慢するの？力ある者が自らの欲望に従順に思う存分力を振るう。それによって生まれる憎悪、絶望の連鎖、感情のぶつかり合い、それが最高にそそるでしょ。私はそんな世界を見ていたいのよ。だったら力のない人たちはどうするんだ。そんなの私の知ったことじゃないけど、そうね、強くなればいいんじゃない？彼のように。それができないならおとなしく死ぬしかないわね。違う、そんなの間違ってる。力は誰かを助けるために、守るために使うものだ。だから人は強くなれるんだ。あら、何も守れなそうなあなたがヒーローみたいなことを言うのね。だったら証明してみせなさい。見せてやりましょう。あら、人は見かけによらないのね。あなたを見ていると昔の彼を思い出すわ。どういうこと？カインは元は人間だったの。彼はあなたたちと同じ正義とかのために力を使う暑苦しくてつまらない男だったわ。だけど信じていたその正義が彼を裏切り、愛する妻と娘の命を奪った。彼が正しいと信じていた者が愛する者たちを死に追いやった。あの時の絶望ったら最高だったわ。彼はその時気づいたみたいね、正しい力の使い方を。だからそれを自分のために使うことにした。新しい世界を作るため、今の世界を壊すことにね。